K-POP コネクション今回インタビューさせていただくのはニューイーストの皆さんです。ショータイムニューさん、こんにちは。ウーバンエレクトロベン、ニューイーストです。おー、そうですね、一人ずつ自己紹介をお願いします。こんにちは、ニューイーストのミニョンです。わー、こんにちは、ニューイーストのレンです。こんにちは、ニューイーストのリーダー JR です。よろしくお願いします。こんにちは、ニューイーストのアロンです。こんにちは、ニューイーストのペッコです。ニューイーストは Facebook の登録者が全世界で200万人、すごい、200万人、ね、すごいですね。どうですか、改めてどう思います。すごいですよね。こんなに愛されていると思ったら本当に感謝する気持ちですね、はい、実際そのいろんな国でライブをやっているじゃないですか、はい、どこかこう印象に残っているところ、ここは楽しかったなとか、ここはご飯が美味しかったなとか。さすが日本が一番ですね。一番ですよね。日本はちなみにどこが楽しかったとかありますか？僕は札幌が一番。あ、初めての旅行。そうですね、はい、本当に楽しかったです。なんか雪祭りの時に行って、はい、本当に綺麗し、なんかいろんな経験が残りました。うん、はい。他のメンバーの皆さん、日本でここが好きとかってありますか？僕は今が一番好きです。今が一番好きです。さあ、今回は日本のファーストアルバム「With the World」がついにリリースされるということで、ね、改めておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のアルバムのコンセプトを教えてもらっていいですか？僕たちの音楽で世界に橋を架けよう。みんなで。手をお願いします。手をつなごうという意味が込められています、はい、すごい勢いでガッて、はい、今ちょっとレンさんもちょっとびっくりしてましたよね。そうですね。今回のアルバムの収録曲の中で皆さんが好きな曲を1曲ずつ教えてもらっていいですか？僕は雨のち永遠という曲が一番好きです。理由は僕の声が魅力がありますから、なんか はい、冗談です。感度があるな歌詞だから一番好きです。じゃあアロンさんは？はい、僕は Let's Go Crazy が一番好きです。理由はクレイジーだから。クレイジーだからいえ、理由は너는재밌고그리고따라하기쉬워서네좋은것같습니다。じゃあ JR さんは？はい、僕は Access to You という曲が好きです。3年くらい日本でライブしたんですけど一番オープニングだった曲と思って、うん、アセツユが一番好きです。うん、オープニングにぴったりの曲でアルバムでも1曲目に入れられてますね。はい、はい、ね。じゃあレンさんは？はい、僕は映画をテーマにしたチェリーという曲一番好きですけど、うん、なんかメロディーとかダンスとか本当に可愛いし、歌詞が本当に不快な意味があるから、うん、チェリーちゃんと聴いてください。はい、じゃあミニョンさんは？はい、僕はですね、やっぱり初めてのソロ曲が一番好きです。はい、歌ってください。おじゃあ歌ってもらっていいですか？せーの。恋する日、時が止まり。はい、ここまで。あ、かっこいい。すごいです。今回のアルバムは11月リリースということで、日本でシャララリンゴをリリースしてからちょうど1年になりますね、はい、この日本での活動で印象に残っていることとか楽しかったこと教えてもらっていいですか？今年3月に六大都市のツアーの時に、うん、札幌での単独ライブが終わって、次の日になんかスタッフさんとメンバーみんなで札幌のスポッチャにいた時がすごく楽しくて、今もスポッチャ思い出に、はい、残ってますね、はい、すごい盛り上がりそうですよね。そうですね。レンさんは遊びすぎてパンツの重要な部分があぶれちゃった。でも重要な部分でした。それは具体的に教えるのはちょっと無理ですけど、まあ、みんな知ってると思います。はい、じゃあレンさんは？あ、僕はレコーディング時が本当に面白かったんですけど、なんか日本韓国語じゃなくて日本語で歌って、本当になんか発音が難しくていろんな勉強になって、新しい
そうです、ね、経験でした。あ、経験でした、うん、はいはい、さすが芸能人じゃあ JR さんは。僕はやっぱり今回のステージが一番楽しかったと思います。それでなんか新しい日本曲を見せるのができて嬉しかったし、終わったら頑張った人たちと一緒に話すことができて本当に楽しかったです。じゃあアロンさん。저도이번투어가제일기억에남는데이유는진짜엄청다행한모습많이보여줄수있어서네가장기억에남아요。じゃあビクさんは。僕は何でもいいですけど、はい、休める日は、はい、電車に乗って、はい、渋谷とか原宿とか、なんか遊びに行く時が、楽しかったですか。楽しかったです。さあ今回のアルバムは予約会のイベントもいろいろとやってますけどもその中でも、まあ、前回もやってましたけどツーショットセルカ会がすごく話題になってるかなと思うんですけど、すごい距離が近いというかファンの人すごい距離が近いですよね。はい、せっかくなのでアディクションのメンバーもファンだと思って、はい、誰か一人実践してもらったりとか。レンさんがすごく上手だから。上手だから。レンさんと。どうする？どうしよう。どうする？どうしよう。ちょっとドキドキするね。ドキドキしちゃうね。ちょっとじゃんけんで決める？じゃあ。じゃんけんで決めてください。いやー僕行こうかな。僕も行きたいんだけど。ちょっとここ行かせてちょっと。早く決めて。本当にファンのオッパー、レンオッパー、はじめまして。今日来てくれて本当にありがとう。じゃあキャーよかったら、まず写真から手をお願いします。もうすぐ終わります。もうすぐ終わります。あと5秒あと15秒間もなくです。間もなくです。5秒いい匂い。4秒ファンの皆さんが言ってることと同じ言葉をさっき言っててびっくりしました。それは何の言葉が。いい匂い。光栄です。ありがとうございます。はいはい、すいません、はい、僕たちからお願いがあります。あります。僕たちとゲームで勝負してください。勝負してください。あ、ぜひ勝負、はい、勝負好きです。もし僕たちが勝ったらサインをください。あ、ぜひ。はい、ください。はい、わかりました。はい、そして、はい、もし僕たちが負けたら、はい、今日本に来ている外国人の中で一番大人気なこのラーメン屋さんの一蘭さん釜だれ豚骨というものをプレゼントします。あ、なのでぜひ勝負してください。頑張ります。待って、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 待